スーパーレールカーゴはなかなか特殊な電車で、荷物電車123系みたいに走ることができるんですよね。貨物列車なんですけど、台車は自走りできるようになっているわけです。そのため、京阪神観光線など高速走行に対応した区間ではフルスピードで走れるのです。JR 貨物車両は初めて取り扱います。これは形式名は M250 系電車と言いまして、コンテナを詰めるけど、台車は電動車という珍しいタイプの貨物列車です。普通走っているのって、電気機関車とかディーゼル機関車、かつては蒸気機関車なんかに引っ張られて16両くらい束ねて走っていたわけなんですけど、これは違います。動力分散方式といって、普通の電車と同じで、客車が動力を持っていると考えればいいです。この場合ですと、貨車に動力があるようなものです。2004年に運用開始された割と新しい電車で、東京大阪間の都市間輸送で使われています。やっぱり郵便とか宅配とかでトラックが主流になってきつつある、今日この頃ですけど、トラックとは段違いの貨物を一気に運べてしまうのが鉄道貨物の良さで、太平洋ベルトの中でも人口集中地域の東京大阪間は人だけでなく物の需要も多くあるのです。トラックだけだと何台あっても足りませんからね。だったら途中まで鉄道に任せて積み替えた方が効率的です。最近では貨物駅は集中していて、私の住む静岡では西浜松とか、静岡とか、富士、沼津といった貨物駅があるんですが、あとは知りません。多分こんなもんじゃないかとは思ってますけど、JR 貨物で最も多い貨物は東海道本線で、だいたい7時間くらいで輸送していましたが、このスーパーレールカーゴはそれを上回る6時間を目標にしていました。トラックでその速度は無理がありますからね。それを実現するため電車貨物を検討したのです。宅配貨物でこれを開始します。荷主は佐川急便のみです。ですから、この車両には佐川と書いてありますし、佐川の宅配物を東京貨物ターミナルから安治川口まで運んでいるのです。そんな簡単なことでもなくて、容積に対する質量は軽い宅配貨物の需要に応えるためには、コンテナのサイズもできるだけ大きくし、また、コンテナの横に電動車をつけるという構造になっています。付随車もただ作ればいいわけでもなく、工夫をして、重さに耐えうるものを作っています。電動車の運転席は、機関車と似たような感じで、高床式になっています。まあ、構造は簡単に説明しましたが、こんな感じです。運用について説明すると、佐川急便が貨物列車をジャックする扱いで、運用されています。貸切列車です。運行時には、佐川急便のヘッドマークを掲出しているのはそのためです。コンテナも特別ですし、あまり多くの会社で運用するのは難しいのでしょう。一応言いますと、色は佐川急便ですが、電車は JR 貨物、日本貨物鉄道の所有です。故障に備えて、佐川急便も、沿線の拠点から救援体制を整えているそうです。結局2編成あって、どういう運用をしているかはよくわかりませんが、臨時高速貨物列車という扱いで、貨物、時刻表に掲載されているらしいです。表さだ、速度は91キロだったそうで、全列車の中で一番速いらしいです。この前、昭和編で取り上げた、急行銀河とかの時代にも走っていましたけど、あれなんて10時間かかってますから、全然早いですね。どうやら毎日運転ではなく、1年に50列車とかの単位だそうです。それで車両数は2編成に加えて、緊急用の10両だそうです。こういう貨物が広まればよかったんですけど、黒猫大和とかはやらなかったんで、この高速貨物列車は当分、佐川の独占上で、あるでしょうし、名列車に終わったようなところもあります。最後までご視聴ありがとうございました。この動画シリーズ、名列車で行こうほぼ日編は、毎日投稿しております。他にも旅行記も作っております。もしよければご覧になってください。それをこれからも継続するためにも、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。それでは次回もお楽しみに。次回の動画でお会いしましょう。